個だけさ、なんかめっちゃ安いと思って、なんでこんな安いんだって思ったら、見て寿命がさ 0%。 はい、イケモンです。今日もプラネットズ動物園作りをね、楽しんでいきたいと思います。今回やりたいことは、前回もね話したんだけど、昆虫、両生類、爬虫類的なものを展示するエリアを作りたいっていうのと、あとね、結構最初の段階からみんなね、なんかここの動物園の入場料が安いって言うんだよね。だから入場料の価格とかをちょっと高くしたいんだよね。どうやってやるんだろう。この今多分この来た人たちとかの声を聞くと、あ、ほら、チケットの価格はお買い得だって言うんだよね、みんな。あ、ほら、チケットの価格は安いってみんな言ってるんだよね。ほら、お買い得だって言ってみんな入ってきてるから、もうちょっと高くしてもいいと思うの。ほら、みんな安いなーって言って入ってきてるから、ちょっとね、高くしたいんだよね。どうやったら高くできるんだろう。みんな安いって言ってる。あ、入場ゲートクリック、ここ、え、待って、これチケット代ここだ。ちょっと待って、じゃあ、待って、やばい、今さ、大人と子供の料金が一緒の値段になってるよ。じゃあまずチケットを4ドル、どうだ、4ドルで来るか。いや、思い切って6ドルにしてみよう。どう、あ、入ったね。どう値段。あ、チケットの価格はいい感じ。なるほど。じゃあこれ以上高くすると、あ、待って、一人できた。どうしたの、あの、誰か一緒に来てくれる人いなかったの。一人で動物園、この人はきっと天性の動物好きなんだよ。もう一人で動物本当に好きだから、一人でも来るんだよこの人。じゃあもうちょっとギリギリ攻めてみよう。さあ7ドルでどうだ、8ドルでどうだ。さあ大人8ドルにしたよ。あ、あれ高かった。待って、どう、高い、ダメだ、高すぎた。7ドルでどう、7ドル。あ、高いんだ、7ドル。ってことはやっぱ6ドルなんだね。なるほどな、6ドルだと、あ、入ってくれる。まあ、確かにまだ狼とクジャクしかいないもんね。子供、5ドル。あ、帰ってる。そっか、わかった。じゃあ子供は4ドル。あ、高すぎるって言ってる。あ、高いの？ 5 ドルと3ドルにしとこう。いい感じ。あ、妥当か。安すぎる？待って、経済力の違いを垣間見てるよ、なんか。よし。じゃあ、この入場価格は5ドルと3ドルでいこう。難しいね。さあ。当初のね、予定通り、ここにね、昆虫、爬虫類、なんか気持ち悪い謎の生物エリアを作っていこう。さあ、何を買おうか。これもね、なんか時間止めながら見ないと、多分ここがさ、残り時間でいなくなっちゃうと思うんだよね。だからちょっと、あって思ったら買っとかないと。うわ、サソリか。サソリもいいよね。あ、メスだけじゃん。オスも欲しい。でもゴキブリはさ、増やしていきたいよね。ねえ、この子だけさ、なんかめっちゃ安いと思って、なんでこんな安いんだって思ったら、見て、寿命がさ 0% なんだけど。え、こんなことある？繁殖力が 100% あるのに寿命が 0% ってどういうこと？もうすぐ死んじゃうってことでしょ。だからこんな安いんだ。やばい、かわいそすぎ。そ、こんなことある？切なすぎでしょ。繁殖力だけあるのに命がないって。いやー、これさ、なんか逆に飼ってあげたくなるよね。でもきっと飼ってもすぐ死んじゃうんだろうけど、そのなんていうの、死ぬ前にこの子の遺伝子を残すチャンスをあげたい気持ちにもなるよね。どうしよう、ちょっと迷うな。あ、1オスに、1人のオスに対してメスがいっぱいいる形式だ。いや、オスなんだよな。よし、分かった。じゃあこの子1匹とメスを2匹飼ってあげよう。
で、君が遺伝子を残せるかどうか、チャンスをあげよう、この子に。そしてもうね、これ今からこの時間を1分たりとも進めないようにして、この子飼って時間を止めて、施設も作って入れてあげよう。じゃあ、何種類か飼おうと思ってんだけど、この子飼ってあげよう。これね、飼うよ。はい。はい、この子も飼ってあげる。メス。はい、メス飼ってあげます。これも飼おっか、これ。これ一応オスとメスいるし、結構ステータスも、まあ良さそうだし、ちょっと繁殖能力がね、低いけど、ここもね、飼ってあげよう。よし、じゃあこのヘビ行こう。あ、でもメスが1匹しかいないんだね。でも結構ステータスは良さそう。ステータスいいのは現金では買えないね。でもこの2匹を買ってあげようか。はい、オッケー。よし、じゃあ結構買ったぞ。4種類ぐらい買ったから、一気にね、このちょっと気持ち悪いエリアを4つケージを作っていこう。あれ、そもそもさ、その爬虫類昆虫の飼育って、これで作るの？でもさ、こんなさ、こんな網のやつにしたらさ、めっちゃ逃げるよね。こんなので作ったら逃げまくりだよね。ん？昆虫のやつって何で作るんだ？あ、これかな？展示動物だもんね。これかな？あ、でもぽい。なんかさ、あからさまなんかヘビとかクモとかカエルの模様してるもん。あ、なるほど。でもさ、これ、中見える？これ、ちょっと試しに置いてみよう。これ、何にも見えないけど、これでも大きさはこのくらいか。なるほどね。だからいっぱい置けそうだよね。カエル、ヘビ、サソリって。道変える？道、毒々しい感じにしたいよね。うわー、気持ち悪い。でも私ちょっとつぶつぶ、これ気持ち悪いから、その気持ち悪いエリアにぴったりだけど、ちょっとこれダメなんだよね、このつぶつぶしてる感じが。ダメだ。逆にさ、ちょっと派手派手に行く？これでどう？こっち、8個ぐらい置けることない？これでエリアとして。はぁー、あ、見て、やばい。なんかもう資金不足だって。資金不足になっちゃった。やばい。そうだよね。なんかもう動物も結構バーって買って、ケージも4種類しか買ってないのに、なんかちょうどいいやと思って5つも作っちゃった。あ、やばい、資金不足になってきた。ちょっといろいろデコレーションもしたいのに。ということで、一応こういう感じでね、立てたから、こっからね、また増やそうと思ったら、いろいろこれ、この間にも入れられると思うの。だからとりあえずここに今買った動物たちをね、ちょっと話していこう。じゃあまずヘビ、はい、動物園送るよ。はい、これでここでいいでしょ。向こうと、はい、ガラスに、待って、ガラスになった。すごい、こんな風になるの。なんかもう、なんていうの、狼とかクジャクのさ、ケージと違ってさ、もうなんか装飾してくれてるんだけど。あー、これ、あ、待って、いつさ飼育員が持ってくるんだろうと思ったら、もういるんだけど中に。見て、これでしょ。わあ、全然、あ、動かないのは、そっか、私が時を止めてるからだ。よしよし、これどういうこと。純濃度が低下、展示のエコシステムに深刻な問題。何、エコシステムって。湿度が低すぎる。湿度なんてどう調節するんだ。待って、これのさ、やり方を分かってないと、もう寿命が 0% のヤドク回復を入れた時には瞬時に死んでしまうぞ。待って、湿度はどういじるの。湿度、あれ、あ、待って、ヘビをなんかクリックしたら出た。気候、湿度、あ、これだ。湿度が低すぎるから加湿中ってなってるからいいのか。でもここの範囲にいればいいのかな。どうだ、あ、純濃度が低下、まだ、あ、
やばい、キャッシュが少なくなってます。キャッシュが少なくて、待って待って、今からやるから。湿度、あ、ごめん、高すぎるんだ。このくらい、あ、湿度が大きいんだ。今度温度が厚すぎます。このくらい、このくらい、こういう要素があるんだね。レイアウト、レイアウト、充実品かまだわかんないな。窓、あ、窓閉じれるんだ、なるほど。で、後ろ側は閉じてもいいかもしれないね。あ、あー、あ、ちょっ、待って、嘘嘘、死んだ。待って、やばい。え、どこ、どれ、あ、まだ生きてるよ、まだかろうじて生きてるけど、死んじゃったの。はい、え、生きてるけど、やばい、客見てる、客見てるよ、泣いてる、泣いてるよ、この子、狼だーって、死んじゃったーって。そうでしょ、あ、あ、あ、動物が死亡しました。あ、え、あー、あー、そんな風になるの、死んだら。あー、泣いてるよ、やばい、一人になっちゃった。ちゅうか、この子ももうそろそろ死ぬんじゃない。やばい、狼も買ってあげなきゃ。でも、やばい、キャッシュが少なくなってるんで、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい、やばい、やばい。この、この、この、あ、見てる、見てる、見てる。見てる、見てる。待って、でも、ちょっと待って。待って、待って、帰らないで、あれ置くから、なんだっけ。やっぱ忙しいね、このゲーム。やばい、なんかいろんなものが置けなくなってる。募金箱はかろうじて置ける。募金箱はかろうじて置けるぞ。とりあえず、ここに1個置いとこっか。はい、オッケー、はい、募金してってください。で、みんなめっちゃ見に来てるよ。お、ヘビ、ヘビクリックできなくなったってことは問題ないってことでいいかな。もうこれクリックできないもん。じゃあいいか、じゃあ他のをね、ちょっと入れていこう。はい、で、動物園送る、行くよ、ここ、ここ、はい、おお、見て、また違うよ、中の様子が全然。どこにいるのこれ、これ、え、ちょっと待って、どこに、どこにいるの。でね、あ、見に来てる、見に来てるけど、待って、どこにいるか見つけれない。あ、待って、指さしてるけど、どこ、教えて。この環境は合ってる、合ってる、この環境に。あ、待って、いた、いた、いた、これ、うわー、気持ち悪い、うわー、気持ち悪い。はい、クリックできない、あれ、あ、クリックできないぞ。さっきなんでヘビクリックできたんだろうね。はい、じゃあこのヤドクガエルくん3ついきますよ。ここにしようか、ここに。はい、さあ、あ、あ、待って待って待って、さあ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 、カエルどこにいるんだ、どこにいるんだ。でも、もう寿命がないからね。あ、あ、これ、どこ、マジでどこにいるの、どこ。死ぬ前に頑張ってね、その自分の子孫を残してほしいよね。待って、見つけれない、マジで見つけれないんだけど。あ、これ、あ、もしかしてこれ、これ、あ、これ、あ、いる、これだ。あ、あ、温度ダメじゃん、熱すぎる、熱すぎるんだ。オッケーオッケー、ここが緑になったところで、あ、オッケーオッケー、じゃあここら辺でいいんじゃない、これでいいでしょう。オッケー、ゴミがたくさんあります。え、どこどこ、え、ゴミ箱足りなくなってきた。いやー、やばい、これさ、なんかいいけど、こう、もう完成されててすごいいいけど、あの、めっちゃクリックしづらいという難点が。でもなんかいいね、雰囲気、雰囲気出た。やばい、それにしても財政難になってきた、財政難に。やばい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 、ゴミが、清掃員が足りないのかな。でも、もうそんな雇うあれはないよ。待ってさあ、ちょっとなんで休憩取ってる、やばい、これ休憩取る時間合わせすぎじゃない、みんな。あ、やばい、ちょっと待って、あの、虫、虫、虫飼ったら破綻しかけた。